こんにちは、バーチャルゲームブロガーのライウです。気軽にライウちゃんと呼んでもらいたい。これを見るだけで1週間のゲーム業界が何もわからない、偏った情報だけを取り上げるライウちゃんのゲームニュース第2回。今回は11月10日から16日までのニュースをまとめていくぞ。ドラゴンボールファイターズ追加ダウンロードコンテンツブロリーの PV が公開。かからったじゃない方ね。さすがドラゴンボールファイターズという動きで映画の再現バッチリ。相手の体を持ち上げて地面にビッタンビッタン叩きつけるアクションもあるというね。やっぱ性格悪い方のブロリーと掛け合いがあったりするのかなとかね、そういうとこも期待しちゃうね。近日配信とのことで楽しみだ。これでドラゴンボールファイターズの追加キャラ終わりか。完成度高いキャラクターばっかりだったんで、やっぱ寂しくなるね。特にゴジータとジャネンバが良かったね。ゴジータがジャネンバをソウルパニッシャーで浄化して元の鬼に戻ったのを見てふっと笑うシーンね。あれ再現してくれたの本当に感動した。スイッチデモン X マキナコラボダウンロードコンテンツが配信スタート。公共支援エウレカ7ハイエボリューションとのコラボとなっており、アーセルの階層をニルバーションに、アウターの外見をレントンの髪型と衣装に変更できる。価格は無料で2020年の11月14日まで配信されるぞ。エウレカ7は俺ね、最初のテレビ版しか見てないんだけど、これ結構嬉しいね。しかしごついレントンだなおい。さらに公式サイトのロードマップによると、コラボダウンロードコンテンツは11月21日と11月28日にも配信されるということで、これは気になるね。エウレカ7の時点で結構豪華だもんね。アニメじゃなくてゲーム系かもしれない。超操縦メカ MG だったら俺は泣いて喜ぶけど、ないか。あとはゼノブレードクロスとかかな。わかんないんで、じゃあ忍びリフレってことで。往年のアーケードゲームを復刻するアーケードアーカイブスより、海底大戦争が11月21日に配信決定。機種は PS4 とスイッチで、価格は832円。これは1993年にアイレムから発売されたアーケード用のシューティングゲームだ。潜水艦を操作して悪の組織とドンパチを繰り広げる内容。あのメタルスラックの制作チームが手掛けたと言われている一作になっていて、とにかくドットの書き込みがやばい。今の基準で見てもやばい。やられた時の水圧で潰れる潜水艦の描写とかやばいし、水の中を突き進む魚雷の表現もすごい。ゲームとしても魚雷、ミサイル、爆雷を使い分ける立ち回りと、この重量感のあるアクションがたまらなく面白かったはず。これまでね、プレステとサターンしか移植がなかったんで、貴重な一本となってるんで。アークシステムワークスがスイッチでゾンビパニックインワンダーランドデラックスを発表。11月21日に1000円で配信されるぞ。ゾンビだらけになって歪んでしまったおとぎ話の世界を舞台に、桃太郎、ドロシー、アリス、白雪姫たちが銃をバンバンぶっ放して戦う 3D シューティング。一面で流れる桃太郎の歌のアレンジが超センスいい。もうこれに1000円払うゲームですよ。もともとは Wii で発売されたタイトルで、その後 3DS に移植で、今回スイッチにも降臨と。でめっちゃ面白そうに見えるけど、実はゲームとしては割と微妙だったりするんで、俺は雰囲気が好きなので今回も買います。12月5日に発売されるお姉ちゃんバラオリジン最新情報が公開。本作は10年以上前にシンプル2000シリーズで発売されたザ・お姉ちゃんバラとザ・お姉ちゃんバラ2をリメイクしたタイトルになってる。でもう結構情報は出ていたんだけど、今回は黒幕であるエヴァの情報が公開された。声優を海田優子さんが担当することも判明したぞ。このお姉ちゃんバラシリーズ、主人公の声はこれまでずっと海田優子さんが担当してたんだけど、今回のリメイクでは日笠陽子さんに変わっている。で、まあリメイクで主人公の声優交代かと思わせて、実は黒幕の声を担当するっていうね。わかる人にしかわからないけど、わかる人はニヤリとする構図にしてあるってわけね。またパワーアップ形態であるボーガについても正式公開だ。こちらの姿は2014年のお姉ちゃんバラ Z2 が初出の最強フォーム。まあ、リメイクにあたって最近の作品の要素も取り入れるっていうね、まあ、よくあるやつだね。デザインはかなり変わっていて、元であるお姉ちゃんバル Z2 の効果がこちら。正直このデザイン当時かなり嫌だったんだよね。平成仮面ライダーなんかもさ、初見でえっと思うデザインが来てもすぐに慣れるものだし、動かしたら大丈夫かなと思ってたけど、まあちょっとダメでしたね。新しい方はうまくアレンジしたと思う。そしてお姉ちゃんバルオリジンのプレイムービーも公開。シリーズやったことない人もこれを見れば
アクションのノリはつかめると思うのでね、ぜひ見てもらいたい。お姉ちゃんバラはね、本当に荒いところだらけのシリーズではあるんだけど、アクション部分の切れ味は本当にいい作品なんでね。今回のリメイクは絵柄もガラッと一新してるし、新しいファンをガッと増やせるような、そんな素敵なリメイクになっていることを期待しているぜ。今週の新作ピックアップは魔女の迷宮。スイッチで11月14日に発売されたタイトルで、価格は1480円。入るたびに変わるダンジョンを舞台にした王道のローグライク RPG だ。スマホからの移植となっているが、スイッチ向けに大幅にパワーアップしている。俺、ローグライク RPG 好きだし、面白そうだったんで軽くプレイしてみたんだけど、キャラが可愛い、画面構成がわかりやすい、低めの難易度、手軽に遊べるローグライクゲームとしてはかなりいい感じだったね。オープニングのドットアニメのクオリティもすごくて、Twitter でバズったりもしてた。かなり好感触だったので、プレイを続けてみるぜ。というわけで、今週のゲームニュースまとめは以上だ。よければチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたここで会おう。さらばー。